はい、毎度メルツでございます。皆さんお元気でございましょうか。春ですね。もう本当にあの桜がねブリブリ咲いてますけれども、まあもうすぐ散るんじゃないかなという。まあ3月ちょっとねあのいろいろバタバタしてまして、私毎週土曜日に録画するんですけど、その土曜日に非常にあの用事が重なってですね、あの録画できない状況で、今ちょっと平日にあの特にねリモートの旦那がいてるんでね、あの昼間こうね全くこうあの演奏とか歌の練習とかできないんですわ。本当にもう非常に困ってます。で夕方にやったらやったでうるさいと怒られるしね、もう本当大変ですわ。あのリモート慣れてきましたけれども、あのなかなかねうまいこといかないね。で掃除機かけるのもちょっとね気使うもん。ほんであの 3LDK だし、あの襖で仕切ってるような部屋なんで、全く残すのバンって戸が閉まるようなところだったらいいんですけどね。もうね大きな一戸建てが欲しいわ。なんだかもうそんなことはいいんだけれども、まあというわけで今回はですね、アコギで懐かしい曲を、もうねこれも皆さん最初に練習するんじゃないかというサザンの愛しのエリーをやってみようかなと思って、この間からちょっと練習してるんです。でサザンのまあ初期の曲って本当にもうあのありがたい、サザンとスピッツはあの初心者に優しいって言って、あのボイトレの先生とも言ってたんですけど、コードがとにかくねあのクソ難しいコードがねなくて、まあまあ F シャープマイナーとかありますけど、もうあのある程度練習すればいけるかな。でも B マイナーはもちろんあるけどね、うん、あのこれもまあなんとかある程度練習すればいけるかなみたいな感じで、やっぱり愛しのエリーはもうスタンダードソングとしていいんじゃないかなと思います。あのもちろんあの男性キーなんで低めで歌いまーす。というわけで今回はサザンの愛しのエリー、今更なんだけど結構こう大切な歌よねって感じね、結婚式でやるとウケるよねって感じ、うん、いきますね。いっちゃうよ。気持ちが入ればいいさ。
いうわけで、まあこういう曲になりますとですね、もう本当にコードのズレとかね、音がね、本当に目立つんですよね。もうシュシュシュって内容、もうちょっとね、ううっと思いながらやってましたけど、まあ結婚式でちょっとね、ちょっと弾けるぐらいにはなったかなと思うんですけど、あら、みんな間違えてるわねとか思いながら、もうまあ適当に聴いてくれるかなって感じになりました。ぜひとも初心者の方は挑戦してみてくださいませ。B マイナー入ってますけど、で B マイナー相変わらずずれてますけどね、いつになったら B マイナーが出るんだろうな、私。そう、こう落ち着いてやりゃいいんですけど、で今 B もこの間指を変えようとして、 B も変えようとしてちょっと苦労します。なんかというわけで、まあ今回ちょっと、まあ目新しさはないですけれども、エリーね、愛しのエリーも、これもね、皆さんご存知の名曲ということで、今回やらせていただきました。ちょっとね、体を休めて、ちょっと心も休める意味もありまして、ちょっとまったりとね、新曲をやらないで、こうね、昔の曲をやってみようかなって感じでございます。春ですし、関係ないか。というわけで、それでは最後までご視聴ありがとうございました。それではまたチャンネル登録の方もよかったらよろしくお願いいたします。まあ、それより見に来ていただければ、まあ十分なんですけどね。というわけで、めくきちでございました。それでは、また次の曲でお会いいたしましょう。ピッポピッポピッポッポーというわけでございます。バイバイ。グッ。